地行とは日本の中世、近世において領主が行使した諸領支配権を意味する歴史概念。平安時代から治形の語が使用され始め以降、各時代ごとに治形の意味する範囲は微妙に変化していった。日本の歴史上の領主はヨーロッパの濃度性における領主のように無制限に諸領の土地と人民を私有財産として所有したのではなく、 徴税権、支配権に関わる一定の権利義務の体系を所持した存在であった。この体系が治療であり、日本史における領主階層のあり方を理解する上で、治療の概念の理解は欠かせない。9世紀10世紀頃、統治体制が律領性的な枠組みから、信仰階層の不合層であるたとなどに依存した名体制と呼ばれる文献的な体制へ変質していき、 11世紀になるとこの流れに、各々の国内の荘園、国画寮への一律的な課税の動きが加わり、荘園と軍、里、方に再編成された国画寮を個々の収支単位とする体制が成立した。すると、新たにこれらの収支単位を管理し、紛争処理に携わる領主という階層が登場するようになり、領主は所領に対して支配権を行使することで、年貢、九時、 夫役といった収益を得ていった。この時、領主が行使した支配権は、治業、領地、領生、新種などと呼ばれた。ただし、この当時、領主が行使し得た支配権は、決して一様ではなく、領主の地位、身分などによって大きな差があり、一口に治業といっても多様なあり方があった。省は、個々の省園や国画料を、 分割編成した灘を百姓身分の名主が治療した。さらに荘園や、軍、豪、法を単位とする国画領は、荘園領主や国司に任命された、将官、軍事、豪志、康氏らが治療して、治安維持、租税徴収にあたり、この地位には次第に武士が任命されることが多くなって、鎌倉時代の児童につながってゆく。 さらにその上には、荘園領主としていくつもの荘園を治療し、また皇術の治療国の形で一国の、皇領もろとも治療する、摂関家や漢字に代表される検問が君臨した。治療や領主とは、このように重層的な体制を構成していたのである。平安中期頃になると、高級貴族や有力自社がある国の租税収支権を掌握し、国司を自由に任命する権利を得るようになった。 これは、治療権が一国単位に拡大したものであり、こうした国を治療国といった。治療国は平安後期に急激に増加した。中世を通して諸領支配を指して治療、領地、領省新種などと呼ぶ慣習は続いていった。これらのこの指し示す範囲については大きく二つの見解に分かれている。一つは、 いずれも領主による所領支配を表していたとする考えである。もう一つは中世史料を詳細に検討した結果、紳士の語が土地支配を意味するのに対し、治療の語は土地からの収益処分を指すものとした見解である。後者には異論も出されているが、この見解に従えば中世期の支配、収集のあり方をより具体的に理解することができる。 中世紀の特徴は、土地の支配権及び収益権をめぐって、中央貴族や有力自社、在地領主、地頭、名主など様々な主体が入り組みながら、重層的な権利関係を形成している点にあった。しかし、鎌倉時代後期頃から、主に自童によって、重層的な関係を解消し、一元的な支配体系が施行されるようになっていった。 このような一元的支配を一円治業というが、こうした動きは室町時代に入ると一層加速していき、守護大名による守護両国制が形成され、さらに戦国時代の戦国大名による大名両国制へ発展していった。その中で様々な主体が担っていた諸領支配は武士の支中へと収まっていき、治療の後は武士が主君から給付。 安堵された所領を意味するようになった。地業面積イコール地行行は、主君が武士に付加する軍役の基準となり、その地業行の算出は、戦国期においては寒高により表された。江戸時代になると、地業行は国高で示された。平和で安定した、この時代、地業行は厳格な体系を持つ、武士内部の身分指標の役割を持つようになった。 明治維新を迎えると、武士による土地、収支支配の廃止、天皇試験を立憲主義的に導入した大日本帝国憲法の制定など、国家近代化の進展に伴い治療の概念は消滅した。領地という語は今日では、領する地を意味する領地の表記が用いられることが普通だが、本来は領する地行を意味する語であり、領地の表記を用いるべきものであった。 つまり、土地に対する支配権だけではなく、そこに所属する住民に対する支配権なども包含した概念なのである。ありがとうございます。